捜査と熱具1月7日から1960年4月14日は日本の海軍軍人。第3回旅順校閉塞作戦で三河丸指揮官を務める。最終階級は海軍少将。予備役後は著作家としても活動し、軍縮条約反対の立場で論人を張った。東京市会議員。三河丸上院大阪府堺市に東京府氏族の次男として生まれる。 海軍兵学校26期。赤字は赤いであった。同期に、小林製造、野村義三郎、高柳忠夫などがいる。1900年少尉任官。日露戦争改正を迎え、奉官、赤城公会長として出征し、第三海旅巡航閉塞作戦に、三河丸指揮官として参加。その後横須賀海軍交渉技奏員として、 日本に最初に導入されたホーランド型潜水艇の偽装にあたり、完成後は日本海軍初の潜水艇部隊である第一潜水艇隊の艇長として戦後の観艦,艦式に参加した。少佐時代は岩手、丹後、浅間、津尾、薩摩の核砲術長、海兵砲術教官などを務め、1912年12月、中佐へ進級。第一次世界大戦期は、 第三戦隊参謀、臨時鎮太応防備隊司令を務める。1916年には、運送船、指示機指揮官として、座礁事故を起こした。1917年大佐へ進級。非前四季島艦長を経て、戦艦、比叡艦長となる。なお、安ず艦長に就任したと記す文献もあるが、それは誤り。捜査が、比叡艦長職にあった期間は2年である。 任期の前半における、比叡は、予備官であったが、第一艦隊に復帰して、鎮太を大連などの警備に当たった。佐世保海兵団長在任中の1922年12月に、少々へ昇進し、翌年予備役となる。昭和期には、ロンドン海軍軍縮条役に、反対の立場を取り、深まりゆく日米の危機を表す。同省は1ヶ月で18班を重ね、 ベストセラーとなった。軍備撤廃を訴え、捜査と反対の立場であった水野博則は海兵の同期生である。以後も海軍関係の著作を刊行し、また東京市会議員を務めている。1942年には第二本言論法国会理事に就任した。捜査を救出し、後立場が分かれた水野博則捜査が指揮官を務めた三河丸は、 柴田丸、小倉丸、朝顔丸と第一小隊を構成し、その四番線であった。1904年5月2日、総指式官、林三雄子優中佐に引きられ12隻は閉塞に向かう。出撃当初は穏やかな天候であったが、風浪が激しくなったため林中佐は中止命令を発止反転した。しかしこの命令は伝わらず、閉塞部隊は反転するもの。 直進するもの再反転するものと対応が分かれ、ミカーマルは直進した。動線は、機関が不調で、多線と分離した状態となり、操作は、単独突入を危険であるとして、多線との合同を図った。しかし、法制が聞こえたことから突入が始まった、ものとして単独で突入した。5月3日、午前2時30分、ミカーマルは、 ロシア軍に発見され重砲撃が集中する。この時の様子を、捜査は、高校を、たる光に、メハマバユミ、ゴーゴータル教に、耳ミミハロウ氏と表現している。防災を突破して進撃し、ロシア軍単回等に妨げられ周囲の地形を十分確認することはできなかったが、高位置に達したと判断し、三河丸を爆沈させた。橋船での離脱業の最中もロシア軍の追撃を、 受けたが、脱出に成功。三河丸の乗員18名は四等機関兵馬、バー、谷常次郎が戦死し、負傷者は6名である。午前4時30分、三河丸乗員を乗せた橋船は、第41号水雷艇に発見され、同艇に救出された。艇長は、水野博則であった。東艦長の履歴は、日本海軍史には、記載がない。なお、 艦長たちの軍艦誌では、興味がくた熱ぐ、陸海軍召喚人事総乱海軍編では、捜査た熱つで掲載され読みは、双方とも、久田ねじである。捜査が、安ず艦長に発令されたとされる大正8年8月5日に、艦長となったのは、原田少作大佐である、354ページ。捜査が、比江艦長に発令された時点の現職は、比前艦長である。 要視察人関係雑産外国人の部隊発二21、シリア人、諸報告、極秘明治37.8年回戦士、第1部戦記、艦4、第2編旅順口及び日に川の敵艦隊に対する作戦、第10省旅順口第3回閉塞。ありがとうございます。